今田健二は、日本の政治家。愛知県東郷町長。元東郷町議会議員。愛知県は愛知郡東郷村生まれ。東郷町立音外小学校、東郷町立東郷中学校、愛知県立東郷高等学校卒業。1989年3月、愛知大学法経学部卒業。新日本証券、日英などに勤務。2007年4月、東郷町議会議員に初当選。2011年に再選。2014年8月24日に行われた東郷町長選挙に立候補するも、次点で落選。当日有権者数31,905人最終、投票率 46.66%。 2015年の東郷町議会議員選挙に立候補し3期目の当選、議長を務める。2018年4月5日、町長の川瀬正樹が、闘病中の妻の看病を理由に5月21日付で辞職する旨を発表。同年5月20日に行われた町長選挙に再挑戦し、自民党、公明党、日本の心の推薦を受けた前副町長の加藤博士を破り初当選した。当日有権者数33,582人、最終投票率47.27%。ありがとうございます。